野畑菜園アドバイザーの高橋です。今日は真夏の人参の葉が枯れない対策と間引き作業についてやっていきたいと思います。人参の種まきをして発芽してからは人参栽培はそれほど難しくないというふうに言われていますが、最近の猛暑ですと葉が枯れてしまったり芽が出た直後に焼けてしまうなどの高温障害も気をつけたいところです。今回は人参の芽が出てからの注意点や間引き作業を実際にやっていきたいと思います。最後にコメントにもご返信していきます。それでは行ってみましょう。それでは間引きなどの時期についてまずはご紹介していきたいと思います。人参は7月の後半までに発芽していないとなかなか時期的には厳しくなってきます。もし芽が出てないという方は急いで追い巻きしていただき補充してみてください。なかなかこれからの時期ですと芽を出させるのは難しくなってきますので、できるだけ早めにやっていきましょう。芽が出てからも要注意ですが、まずは間引きをやっていただきたいと思います。本葉が 2,3 枚ぐらいの時に指2本分ぐらいの間隔になるように間引きをします。本葉が 5,6 枚ぐらいになりましたら約5センチほどの間隔で間引きをしていきます。まずは夏の時期はこのぐらいの間引きが必要になってきます。ぜひやっていきましょう。では最初に間引き作業からやっていきます。こちらを見てください。こちらの人参でだいたい5枚ぐらいです。1,2,3,4,5枚ですね。この間隔が5センチぐらいになるように間引きをしていきます。では抜いてみます。このように抜いていきます。株と株の間がすっきりとなるように抜いていきましょう。またこの時に弱々しい人参があればそれも抜く対象にしてください。種を厚めに撒いた方はこのぐらいの時期にしっかりと間引きをしておかないと混み合ってきますので、次に間引きする時には根が絡んだりしますのでしっかりと対処していきましょう。終わりましたら少し土を掘り起こし中耕と土寄せもしてあげてください。では実際にやっています。中耕は空気を土壌に入れる効果があります。また土寄せをすることで人参が安定して太くなっていきますのでやってみてください。反対側もやっていきます。はい、終わりました。このようにやってみてください。このようにたくさん出た人参の葉はかき揚げにしたりサラダなどで食べると美味しいです。試してみてください。続いて夏場の栽培の注意点についてやっていきたいと思います。夏は猛暑になりますので、芽が出た直後が暑い日が連続すると葉が焼けたり枯れてしまうことがありますので対策が必要になります。マルチなどを使って栽培されている方は熱風が当たらないように対策が必要です。少しやってみたいと思います。筋巻きをする場合マルチに、このようなですね、スリットとか穴を開けて種まきをしますが、この間隔が幅がですね狭いと熱風やマルチが厚くなるせいで人参にもダメージがあります。少しスリットを広げるようにしてこのように広めにするようにしてください。 U ピンで留めたり土を上に乗せたりして対策してあげましょう。まだ人参が小さいうちなら不織布をかけたり寒冷紗をかけて猛暑の時は守るようにしてあげるとさらに効果があります。このように移植ごてで熱風が出てこないように少し防壁を作ってあげます。だいぶ人参が大きくなってきたので強くはなってきてますが、38度の猛暑の日などがありますのでその前には十分な対策をしておきましょう。このように暑くなることでせっかく出た芽が枯れてしまうということもあります。このようにならないように対策しておきましょう。2つ目の注意点です。アゲハチョウの対策です。人参などのセリ科の野菜にはアゲハチョウが産卵して幼虫が食害します。アゲハチョウの幼虫は卵一つだけで孵化しますので比較的見つけやすいですが、非常に食欲旺盛で葉を丸坊主にしてしまいます。ですので早めに見つけて撃退しておきましょう。大量に発生してしまうと瞬く間に人参の葉を食べられてしまいますので注意してみてください。続いてがうどんこ病です。人参にはうどんこ病も発生します。
ジメジメと暑い夏にはうどんこ病なども、よく出てきますので、感染したら、葉っぱを落とすようにして蔓延しないようにしてみてください。葉っぱをカットしたら重曹水などをかけるなどして他の葉に、感染が広がらないように予防対策しておきましょう。雨が続いた後に乾燥した日が続くような時など発症しやすいです。またゲリラ豪雨なども、厄介で、急に雨が降って晴れるなどを繰り返すと地面の湿度が高いのに表面は乾燥しているという状態になり、うどんこ病が、蔓延しやすいような状態になります。その点もぜひ、注意してみてください。ただし、人参の、うどんこ病の場合、不織布をかぶせている関係で最初から葉全体に、出てしまうケースが多いです。そういった時は、重曹を散布してしばらく様子を見てみましょう。株自体が、健全に育てば蔓延せずに、新芽が、しっかりと出てきますので、そのように、様子も見てみてください。それでは、コメントに、ご返信していきます。こちらの、オクラの、収穫時期の動画にコメントをいただきました。オクラの葉っぱの成長点や裏側をチェックした方がいいでしょうか、というコメントをいただきました。こちらはチェックした方がよろしいと思います。アブラムシの発生や害虫などの発生もありますし、病気などに気がつくようなきっかけにもなりますので、定期的なチェックをしてみてください。特にアリがいないかなども、観察してみてください。オクラに付着するアブラムシは夏場は比較的少なくなりますが、そのまま、夏を越してしまうと他の野菜に、影響が出ることもありますので撃退しておきましょう。特にアリがいるような場合、目安となりますので、アリが群がっているような葉っぱの裏や株はしっかりと、見ていきましょう。今日は人参の、間引きと夏の、注意する作業について、ご紹介しました。この動画が、参考になった方、チャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた。